本日はレオコネということで対談ということでレオくんに来てもらいました。うわーやったー。開けていく飲みますか。とりあえず1回な。そうそう、2211ASMR 体験してもらって一回な。はい、乾杯。乾杯で、ほぼ泡エアーグループクラブアートのケジティマス。はいはい、クラブエルフのレオです。もう呼んだ理由としてはその若くて二十歳で、まあ、先月エルフで、ね、1100万売って、ね、1万取ってもうすごいと思うし、二十歳で1000万すごいなと思うし、酒がうめぇ全然聞いてないけど、それとなんだろう、もともとお店が一緒で、まあ、今は違うね、店舗だけど、まあ、もともと仲良くて、なんか一緒に動物園行って猿見るぐらいだったりして、なんかいきなり連絡してきて、はい、なんか猿見に行きましょうみたいな。動物園行きましょうって言ったんですね。僕、今年26ですね。10月で26になるんで、僕も4日前ぐらいで21になりました。おめでとうございます。若っ。イエーイ。お店一緒だった時は何年前ぐらいの話ですか？ちょうど去年じゃね？1年。1年前ぐらいですね。あれ、ケイジさんってアートいつからでしたっけ？去年の7月に7ですか ?7 月から、去年の7月で、僕が5月からだったんですよ。で、同期やな。同期ですね。アートでは僕めっちゃ人見知りで、なんかあんま人と話すの得意じゃないんですけど、年下だけどなんかすごい接してくれてよくしてくれたっすね。本当に人見知りなんですよね。なんか来てくんないと僕から行けないから。なるほど。なんかすごい、ね、でもなんかめっちゃお酒飲んで仲良くなったっすね、多分。営業終わりとかにめっちゃ絡み出してみたいな、そういう意味でレオさんは人見知りとかあんまり、僕あんまりないですね。しないかな、書いてるか。性格的には、性格的には結構真逆なタイプ。真逆なんですかね。似てるところはあると思います。どうなの？でもいい意味でも悪い意味でもちょっと変わってますね、僕たちは。そんな気がする。お互いのここがすごいみたいな、僕は彼のここをすごいと思ってますみたいな。やっぱり肝臓国宝として、やっぱそこまで俺は肝臓国宝だぞまで言えちゃう、やっぱりすごいですよね。そんな酒強くねえけど強いから肝臓国宝じゃなくて。いやでも強いですね。なんかよく同業でお互いのお店遊びに行ったりするんですけど、絶対その日ベロベロチャンネルになるんで、ベロベロチャンネルになるんで、なんか集まっちゃうとノリが楽しくなっちゃって、テキーラいっぱい頼んじゃうんで、やばいよな。おかげさまでそろそろ同業禁止令が出そうですめっちゃいけるもんな。行き過ぎだろぐらい行ってるよね。先月2回、2、3回来てくれたんですよね。うん、僕の本数エースです。本数なさすぎる。ちーちゃんばあちゃんベロベロチャンネル、レッツゴーレッツゴー、行けのかってやれのかってほいほいほい、入って飲めさっきから言うとベロベロチャンネルは何だっけ。なんかよくわかんないですけど、なんか開発しちゃって、あ、2人だけのなんか魔法のワードですね。意味はないっす、あんまり深い意味はないっす。なんかそんな、なんかそんなんかねで、ホスト始めたきっかけですか？きっかけ、ホスト始めたきっかけ、うん、まあ、僕単純に脳みそが溶けちゃってるんで、パソコンカタカタとかできないからホストしかないなと思って始めたけど、特に深い
理由ないですね。やってみたら楽しかったって感じの。いいと思う。ありがとうございます。勢い大事だな。勢いでやっぱり、勢い、ノリと勢い、気合と根性。俺めっちゃ長くなっちゃうんですけど。あ、飲んどきます。俺結構。全部勢いで喋ってらっしゃるんだもんね。いや僕は、その、もともと足場やってて、で、その、まあ、ちょっといろいろあって、事故にあって、まあ、40日間入院して、そう。で、いろいろあって、保険も使えなくて、まあ、借金を負って、で、それも返すのもあったし、まあ、それでも親方、その退院してからなってたんですけど、でもやっぱ、自分、将来的に別にずっと足場がやりたいわけではなかったから、まあ、僕、めっちゃ、これ、嘘だと思うけど、本当だからね。誰としたいと思ってへん。本当だね。でも、なんか僕、お花めっちゃ好きなんですよ。はい、ああ、お花が好きで。これ多分嘘ですね。これガチ。いや、仙台市に全部お花取って、撮ってるから、はい。で、お花が好きで、なんか将来的には、なんか別に、めちゃめちゃ馬鹿にされるかもしれないけど、その、お花のカフェをしたくて、お花のカフェをしたくて、で、そのために、まあ、その資金とか、あとその借金を返すために、なんか、コストになる。借金とかやりたいことのためにやってるだけですね。でもなんかどうせやるならやっぱ極めたいというか、なんかその一番の光景を見たいし、遊びでは来ないんだ、うん、俺は歌舞伎に本気だぞという。そうです。でもなんかその話聞いたら僕も 近かったですね。なんか本当かい。いや、じゃあさっき本当にあの理由ちょっと、ちょっと適当だったんですけど、あのやっぱ記憶が今蘇ってきて、そういえば僕も現場系をやってたんですよ、お昼の、うん、なんか溶接、鉄骨飛びの溶接とかをやってて、で、なんかあのしんどくて、それが多分ストレスかわかんないんですけど、うん、それでなんかあの難病発症しちゃって。難病え、ガチですからね。何の難病だよ。あのクローン病っていう病気なんですけど、あの脂質を取れない体になっちゃって、それでなんか飯もなんかめっちゃ制限されるのがうぜえなと思って、あの酒って脂質ないじゃないですか。ないね。お酒脂質ないから。ゼロパーってないね。そう、こいつであの自分を満たすために。しんどかったっすからね。40度の熱1週間ぐらい出て、やべえな。2ヶ月入院して。2ヶ月やべえな。なんか人って簡単に死ぬんだって思って、どうせ死ぬならなんかおもろいことやって死にたいなと思って始めたんですね。やっぱ花屋さんがやりたくて。お二人ともやってみてやっぱりやってよかったなって思って思いますね。やっぱ同僚でお店も同じで、ちょっと教授も似てるかなと思ったんですけど、今そのエルフさんで、ついに1000万売り上げて、その活躍を見ていかがでしょうか。いや、本当にシンプルにすげえと思ったし、ぶっちゃけ俺1000万絶対いかないと思ったの。うん。いや、いかんやろと思ったけど、だからそのイベント僕も行ったんですけど、それで焦って、俺もやばい、さすがにちょっとあの負けられないと思ったから、まあ、頑張ってのはもちろん姫だけど、俺なりにやることはした。だから、ね、あの先月あのグループ4位と3位で、うん、ギリギリのいや、めっちゃ悔しいんですよね、これ、うん、悔しいって言っても大事だ。よかった。俺の姫ありがとう。いや、本当に姫ありがとう。いや、本当に姫に本当に感謝だよ。大感謝。飲んでもらっていいですか。ね、今月も負けねえから。いや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 。何言ってんすか。今月も負けねえし、ここからやっぱりね、負けたくない。僕が10億ぐらい売りますから。10億。はい、すごい、ね、10億売ります。ちなみにそれはどうですか、ライバル的な存在では。いや、まだ勝てないですね。負ける気しないっすね。ガチ。いや、でもやっぱり足元気をつけろよって言いたいですね、そろそろ。はい、そうなんですか。やっぱり最近やっぱり
気の流れがいい感じなんで。気の大事。最近運気が大事。今だっていう勝負時にやっぱ宇宙のエネルギーを感じることが。マジ大事。わかる。こういうとこが合ってるんですよ。こういうとこが握るとこなんですね。多分宇宙のエネルギーを信じて今だっていうタイミングで。レイさんは働くミックスも今3ヶ月連続ぐらいですけど、まあ3ヶ月そうっすね。そのこんなすごい活躍見てレイさんから見ていいかがですか。いやすごいですね。危うさが見えないですね。やっぱもういやこれ無限に1000万いけるんじゃないかなって思ってます。無限に来て無限にいけるでしょう。継続率 99% でしょう。いやー 80% ぐらい。うわエヴァエこれほど売り上げ上げられた秘訣というか秘訣、うん、なんだろう、当たり前のことが当たり前できるやつが少ないんですよ。めちゃかっこいいやつもいっぱいいるし、うん、だからなんだろう、もう早起き、テンション、姫を大事にする。うわで、自分が一番楽しみ、あと気合です。でも自分は別に自分売れてるとは1ミリも思わないし、たかがなんか、まあ、今年の目標としては1億なんですけど、1億売ったとこで別に1億かってそんなやつで過激探したらいっぱいいるんで。去年の40人ぐらいとかそんないたんですか。1億いるすげえやつもいっぱいいるからと思うから、なんかたかが1000万売って1億売ったぐらいで天狗になってんじゃねえよって俺は思います。一番なんか頑張って残すじゃなくて姫だから、うん、俺たちを応援してくれてる姫が一番すごい天才すごい。いつも輝かせてくれてありがとうって感じだし、えマジでもそれは何もすごくない。俺たちは当たり前のことを当たり前にできてる人は本当に少ないですよね、うん。そういう意味でレオさんはそのアタリガイのことをやるっていう意識も大切にされてます。ああ僕はできてないです。ああこれ使って大丈夫ですけど僕はまあできてないですね。はい、やっぱり起きるのも遅いんで、うん、ゲームもしちゃうし漫画も読んじゃうけど、ゲームと漫画いいけどやることやるよ。そうなんですね。まあなんかそういうくだらないやつのおかげで別に僕イケメンではないけど、くだらないでもあの売り上げはある方なのかなと思うけど、まだ僕は足りてないですね。全然足りてない。でも僕も徐々に改善はできていってると思ってるんで、やっぱりイケメンはもったいねえよ。やっぱり起きる時間も毎日1分ずつ早くしていったら早くなるっすからね。いつかはな、いつかは。でもホスト人生あとまだまだ何年もある。うちのやっぱり1日1分って若いからな。もう俺は終わりを感じるからさ。いやまだまだいけるじゃん。僕の目標っすか。なんかこれっていうのはないですけど、やっぱホスト上がってからのことは全く考えてなくて、ホストとしてふと思ったのは、あの20歳で1000万売ったんで、21歳は2000万、22歳は3000万、29の頃には月間1億売りたいなっていう。すごいよ、月間1億マジすげえから。いや、いけます、やっぱりいけますね。でも毎年1000万更新していきたいですねって最近は思います。Kさんはどんな感じですか。とりあえず、まあ、僕はあのエアグレープでなんか1000万の更新記録22回なんですよ。だからそれはやっぱ塗り替えたいなっていう。さすがに4億とかは無理だけど、その湯前周さんとかの4億は無理だけど、22ヶ月の1000万の記録は塗り替えたい。でそれも22ヶ月1000万プラス22ヶ月100本みたいな本数も、やっぱ1本釣りってあんまいいイメージないし、まあ、別に1本釣りが悪いとかは思ってないけど、僕はやっぱ
構強いと思われなくなる。だから、うん、1000万22ヶ月とやっぱ100本それに本当の意味で売れっ子になりたいんで遊びに来てるわけですね。歌舞伎町ね、なんとなくホストになったわけではないです。いやマジで、うん、気合い入れてこいな。アレルギー、いや違うアレルギー、酒がちょっとアレルギーになったかもしれないですね。そろそろ時間ということで、うん、いつも俺の姫様マジでありがとう。画面の向こうのじいちゃんばあちゃんベルブルチャンネルの方々、締め待ってます。せーの、じいちゃんばあちゃんベロベロチャンネル。